大阪桐蔭高校の試合、まもなく開始でございます。各エンドピッチャーは西村君、キャッチャー上垣君、ファースト三垣君、セカンド竹村君、1番レフト野間君、レフト野間君、重永君、3番サード宮下君、守ります大阪桐蔭高校のピッチャーは松浦君、キャッチャー田近君、ファースト前田君、セカンド1番ショート岡島君、3番レフト前川君、山下君、三垣君、6番キャッチャー上垣君、セカンド竹村君、
6回の裏、智弁学園の攻撃。代わりまして松尾くん、バッターは松尾くん。9番竹中くんに代わりまして石川くん、バッターは石川くん。代打いたしました松尾くんがそのまま入りキャッチャー。同じく代打いたしました石川くんに代わりまして9番に河合くんが入りピッチャー。8番キャッチャー松尾くん、9番ピッチャー河合くん、以上に変わります。
校の攻撃は、別所君が入り、ピッチャー9番ピッチャー別所君。バッターは足立君。代わりまして9番に小畑君が入り、ピッチャー9番ピッチャー小畑君。
に8対6で智弁学園が勝ちました。お待ちくださいませ。